スノーピーク GS1000、5円と言います。これをつけてみたいと思います。スノーピークのガスバーナーの中では、まあ、最強バージョンの、バーナーになります。まず足を外に開いて止めていただいて立たせます。高さ調節が 1,2,3,4,5 段階できますので、これは使う場所お好みの高さで調整してください。1本ずつの調節になりますので、例えばこちらが高かったりした場合にはその段で調整もできます。使用するボンベは、ギガパワーの、イソタイプ、缶がシルバーのみの使用になります。くれぐれも、プロタイプ、ゴールド缶は使用されないようにしてください。で、本体の、つまみの取り付け位置にバルブが閉まっている状態で缶をセットします。で、取り付け位置は、こういう感じで逆さになります。取り付ける際にカートリッジの縁の部分を引っ掛けるのにこのレバーを起こしていただいて3点引っ掛けた後にこのレバーを戻します。そうすると固定ができます。次に着火です。着火する際の注意点は、この5円っていうのは、8500キロカロリー、1リッターの水が2分半ぐらいで沸きます。でものすごく火柱が立ちますので、こういう状態で着火をすると危険です。なのでこちらのイグニッションホール、こちらに、スティックライターもしくはライターを近づけていただいて着火してください。上からは非常に危険です。じゃあ、着火してみますので、その火力をご覧ください。お店で、本体は見たことあるけども燃えるところを見たことないという方も多いので、ご覧ください。それではつけてみます。まずメインのバルブを開けていただいて燃料を出します。その時に火力調節バルブは閉まっているのを確認してください。ライターを近づけていただいて、でガス出します。もう見ての通りこれだけ迫力のある燃え方をしますので、くれぐれも上からは着火されないです。今使用している500缶で連続最大約40分ぐらい燃えます。
っぺんに大人数の料理を作るにはかなり役に立つと思います。もちろん火力の調節も器具ならではの火力の調節も可能です。消火の方法はこちらの火力調節バルブを先に閉めるのではなく、まず取り付けている缶を外して整列させます。5秒ほど経ってから元栓の方を右回りに完全に閉まるまで閉めていただくと、このパイプの中のガスも燃焼して残ガスが残らないようになります。これで消火は完了です。